ハッスルチャンネル。もし二人がプロレスのリングで戦ったら、どういう試合をするかっていう。いいですか。いや、それは面白い試合にしますよ、それは。次につなげるために多分ね、最後ね、なんか有刺鉄線の次はとか言ってね、なんかその次につながるような興行にするためにするんじゃないかなと思うしね。やったまた、だってあと、いや本当にやるんだったら60のおっさんとっさん同士でやってさ、あと3年でやっぱまた体を鍛え直すしかないじゃないですかね。それも意外と辛いですよ、この56、7で3年間また鍛えるっていうのは。見たくないだろ、みんな。いや、還暦プロレスって言うんですよ。還暦プロレス。みんな、2人とも赤パンツ履いてさ。還暦プロレス。で、みんな、ババさんみたいにさ、ゆっくりゆっくりやらへんだろ。スロービデオかよっていうぐらい。まず、口で口論して、へめごねやろうとか言ってって。まあ、まあ、絶戦やったね。そうですよ。そこから、あんまり試合は大したことないと、俺が大したことないから。プロレスの醍醐味は、ほら、戦いじゃなくて、戦いに至るまでの、そのいろんなね、場外編が好きだから、多分俺だったら焼肉屋を食い荒らすとか、襲撃焼肉屋襲撃したり、なんか10万円ぐらいあの食って食い散らかしてそのまま帰ったとか言って、そしたら大仁田選手のお母さんがすげえ本気で怒って、ちゃんとお金払ってきなさいとか言って、長崎のお母さんが本気で怒られたとか言って、試合始まっちゃったらいいんだけど、始まるまでがね、ドキドキ感がいいんです。例えば、ね、あの出口に襲撃したり。あるあるですね。あるある。でもそれはもう仕掛けたり仕掛けられたりでいいんじゃない。まあ、まあ、どっちかっていうとね、どっちが仕掛けるか、多分俺らが仕掛けるかもしれないし、あの仕掛けがいがあるじゃない。焼肉をめちゃくちゃにするとかさ。うん、焼肉 めちゃくちゃにして、どうしてくんだよ、この賠償金はとか言って言いながら。うん、じゃあこれでプロレスで返そうぜみたいなところで、じゃあ俺が勝ったら払ってやるよとか言って、で、ね、後々ね、新聞記者呼んでやるから、なぜ知ってるんだぐらい新聞記者がね、こう写真撮ってね、ここが襲撃現場とかさ、なんかね、そういう時の破壊音の時もね、よく思い出したけどさ、あの横浜アリーナかな、なんか力道さんメモリアルっていうやつで、なんかネタがないからやべえと思って、どこの力道さんメモリアル、なんか違う人が主催者だったので、ネタがないからやばいと思って、リノクさんも盛り上げてこいって言われるから、どうしようかなと思って、ふっと思ったのが、ちょうど村上が目に入ってる、いいやついたと思って、ちょっと猪木さんに頼まれてるから俺さ、ちょっと行ってこいっつって、あと任せるってしたらさ、あの時も私は血流れましたよね、やりすぎだろってくらいさ、そんなフラフラになるまでやるなよと思って戦えねえじゃねえかよっつって、ガチで怒ったからね、橋本さん、うん、やりすぎや、いや、やりすぎ、いや、みんなやりすぎだろって話だった。だからあの人は本当に血出しすぎちゃって、もう血出ましたもんね、フラフラになって、おい小川ってのが、おい小川ってなって、俺リング上で笑いこらえて、やっべえこれと、やりすぎだあいつと思って、加減知らないで、うん、あいつに初めての仕事だったね、あの村上行っとこいっつって、目いっぱいとこいっつって、テンパってた、目いっぱいやってこいった、目いっぱいやってたんですよ、ほんまに目いっぱいやってたんですね、力いっぱい、いや、目いっぱいやりすぎちゃった、橋本さん、えらい怒ったらしいよ、あいつ何者だっつって、元気ですかー、熊野関とね、はい、2人の熊野関とね、はい、そうですね、曙がちょうど入った頃ね、年は2つ俺のが上なんですよ、実際は2つ下 ?3 つ下、俺のが2つ上だから2つ下なんですよ、54かな、うん、54で亡くなって、もうでも入った時から2メートルのこんなでっかいし、手足だけがもう異常に長くて、もうそんなあんな太ってなかったし、170キロぐらいかな、うん、動きも速かったしね、ああいう時だったらもっとボブサップともっといい試合になったんだろうなと思うけど、ちょっとやっぱりこう総合格闘技になるとやっぱまたちょっと違うからですね、まあ、だからそういう点ではちょっとかわいそうかなと思って、もう膝ガタガタで、なんていうの、総合格
闘技なんかできるような状況じゃないのにやってるから、うん、その時にもうできる状態じゃない状態で戦ってる戦ってるからね相手はね。でも若い時はもっと動きも早かったしもっとこうね動きもスムーズだったんですよ。怪我する前はね、怪我してからやっぱもうちょっと良くないけど。怪我させたのは2回休場獲物の引退に追い込んだのは、うん、高藤力だったと。そうですよ。それはそこはワードじゃないからさ。ワードじゃないけど、だから俺もやっぱいないと元気でいないと困るわけじゃないですか。だって俺元気でいい相撲取らないとやっぱりハイライトがないわけだから、だからあけぼのにもう元気でなってもらいたいからっていうから、それで名古屋のなんかうまい治療院とか連れてったりとかしてましたもん。それは何、その怪我させた後とか、あと、あ、ね、まあ、治るかとか言って、大丈夫とか言って、じゃあなんかちょっともしかしたら治ったらラッキーだと思って一回行ってみようかとか言って、で一回行ってみたりとか、なんかそのまた欲どしいその整体師で、ほんで2回ぐらい言ったら、化け物俺が治すから1000万円持ってこいとか言って、お前ふざけんなこらとか言って、俺がいるのに通り越してそんなこと言いやがって、お前もうとか言って言って、それからもう秋物にごめんなごめんなとか言って言って、なんか良かれと思ってやったことがもうこのクソ本当整体師にもう本当舐めたことばっかりするから、1000万円持ってこいとか言って、で秋物はいとか言って、もはいじゃないよ言って素直なんですね。その時だな、あの名古屋でしょっちゅうタクシーで行ってたって話聞いたけど、うん、名古屋までタクシーだぞ、20何万かけて。すごいよな。その相撲取りって多いの？そういうの。いやなんかね、名古屋からそこからタクシーだとか。俺はもうなんかもう本当にこうね、新宿とか行くのにも自転車で行くのに俺は。あ、そうだったの。いや相撲取りってみんな普通になんていうの、タクシーで、ね、バンバンあちこち行ってんのかなって、そのイメージだった。あの明けぼの話聞いちゃってたから。うん、なんかね、こう今本当にバスとか電車とかでこう来るのも。俺だずっと電車乗り換えで来たんですよね。三越で降りて、でそれからあの新橋で降りて、で横浜で降りて、で港未来でここまで来たんです。1時間ちょっとで。それが一番早い。現役時代はタクシーばっか。いや現役もほとんど電車です。あ、そうなんだ。意外となんか電車で金使うよ、タクシーで金使うんだったら競馬場で1万円でも余分に張りたいと違うから。さすがギャンブラー。さすが。分かるな、その気持ちは。分かるんですか。分かる。なんかね、みんなそういう掛け事する人ってどっかで詰めるね。めっちゃ節約しますよね。そう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 。で本当せこいぐらいそう節約するんだよ、ね。でもね、うん、それとは裏腹に掛けるときはすごい掛けるの。えって切り詰めた生活して片方見せられて片方これやられるとえっていうぐらい。せいせいせい100万円出ますからね。それは多いのよ。でもやっぱり今話聞いたでしょ、電車で来ても負けたら10億だよ。10億円ね、一生ねタクシー代払えないから、そんなに使わないからタクシー代で10億ってなかなか一人じゃね、それ毎日。もしかしたら勝てるっていうお金と、うん、もうタクシーで使う金っていうのはもう絶対負ける金じゃないですか。負けるって言ったら絶対勝つことがない金なんですよね。だからそれかもしれないことですよ、ね、あのね、ギャンブラーって勝つか負けるかな、2分の1なの。あの要するにもう超過半なんだよ、どっちかっていうと。タクシー代が負けるっていう。タクシー代はもう負けない、うん、乗らないことが勝ちなんだよ、うんうん、歩いていけるなら歩いていく、うん、いや俺ねそれはねびっくりした。なんか相撲取りってイメージは絶対タクシー乗るっていうイメージがあるから、どんな近いところでもタクシー行くっていうね、あのほら負けがあるからね、まあ、そうですね、うん、清掃しないといけない。そう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 、何で物の考え方。一回そう明け物の話聞いたことあるから、だからそう沢田がそれ俺に教えて、うん、先輩聞いてくださいっつってさ、名古屋からタクシー結構使うらしいんですよ。えいくらかって24万ですかって、すげえなっつって。ハッスルで一緒でしたもんね。そう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 。だけどね、本当にそういう意味ではなんかこう結局あの時も来たのかな。あ、でも来なかったのか結局。なんかね。来る来ないの話 でそういう話も聞いて、うん、羽振り良かったね、そのあけぼのね。そんなタクシーで24万使うんだったらもう
絶対浦和競馬で勝負したいよね。だって高取にすれば、もうタクシー20万使ったら負けだから。負けなの。大負け。そうそう、これは取り返しのつかないくらい大負けだぞ、これ。そうそう。だから新幹線乗っても10席しか乗らないとかね。うわ、それは徹底してるの。だって迷惑でしょ。いや、隣とか迷惑だよ。だってでかいもん。今ほら、ね、現役は退いてるけど、やっぱりその当時の相撲の時は俺びっくりするくらい暑いんだよ、相撲取りって。なんかそれがさ、ブレジャーでも狭いのにさ、10席隣の人と10席さ、空いてるのにさ、空いてるってさ、椅子のさ、何、3分の1くらいちょこっと空いてるくらいでさ、座れないよね、うん、そうか。だからもうね、もうその、いや、なんかその相撲のイベントなんかで行ったりするときはちゃんと乗るけど、自分のお金使うときは自由車しか乗らないですよ。ギャンブラーですよ。ギャンブラーのお話あ、そうですか。ごめんだから、あけぼのは、まあ、あのね、あけぼのの場合は負けなんですよ。あけぼの場合は負け。あけぼの場合はどんな思い方あのね、タクシー使った話がすげえなって話なんだけにしたかったんだけど、ちょっとまとめきれないよな。だって負けなんだもん。でもあけぼのもやっぱそういう意味では豪快だったよ。俺のあけぼののイメージってやっぱね、そう、しょっちゅうタクシー名古屋に行くって話で、そう、それで今名古屋にあの治療に行ったってことで、なんか点と点がつながったんだ俺の中で。なるほどって、そう、それで、あ、名古屋に行ってたんだ。まあ、でも本当にそういう意味では、ね、外人初の横綱で、ね、横綱でね、でその前が小錦がいろいろしゃべって問題になったんだけど、うん、まあ、でもあれが、ね、きっかけも、うん、そうそう、なくはないんでしょ。そう、外人は横綱になれないみたいな発言しちゃったじゃない、あの小錦が。まあ、だから そんな横綱になるほど強くなかったんでしょうね。そういうこと、うんうん、なるほどね。だって横綱になる力があれば横綱になってたし。あ、それはそうだ、そうだよね、うん、いわゆる外人でもね、あの横綱になって日本で夢をつかめるんだっていう第一人者には間違いないからね。そうですね、うん、そういう意味では本式もそんな弱い相撲取りじゃなかったです、うん、もう強かったけど、けどやっぱりね、その横綱までやって届かなかったっていうことはやっぱりそう、力がなかったんでしょうね。すごいいろいろ差別問題っていうのがあって、当時ね、その背景の中でそんなことないよっていう意味で、まあ、今がね、話聞いたら当時はその発言した小錦関がね、そういう力が、ね、なかったって言われる、あ、そう、まあ、専門家だから、あ、そうなんだ、うん、決してそういう発言じゃなくて構成的に見て横綱の力がなかったっていうことなんだろうね、うん、明け物はやっぱりそういう意味では強かったってことだよ ね、 そうですね。ほら、横綱って強いだけじゃダメなんだもんね。そうですね、条件がいろいろあるから、そういう意味では本当に今の相撲界のまあね、常識みたいなものを作ってくれた人ですよね。そうですね、偉大な人は寂しいですね。そういう意味では寂しい終わり方だけど、うん、でもまあ、ね、ご冥福をお祈りします ね、 そ う、 ですね、そういう気分ですね、はい、そうです。出した。今日はね、いろいろとありがとうございました。 ありがとうございました。長い時間、ね、楽しい話を聞かせていただきました。ありがとうございました。でね、今日この番組をね、見たっていう方はですね、ドリンク一杯、来たらですね、サービス、してもらいます。もしかしたらもう一個あるかなと思うんで、ぜひ、見たと言ってください。じゃあ引き続き、高遠のチャンネルの方よろしくお願いします。ありがとうございます。